こんにちは、あきこです。今日もインドからお届けします。私、こうセッションたくさんの方にね、やらせていただいて、もう本当にたくさんの方やらせていただいたんですけど、そのね、スタンスがね、はっきりしてるんですね、自分の。それがね、結構珍しいというか、なんだろうな。こういうね、お仕事、チャネリングとか、まあ、ヒーリングとか、セッションっていう形のね、こうスピリチュアルなことをお仕事してる人は、特になんか知っておくといいスタンスというかね、自分がね、いかに楽にいられるかっていうスタンスでいつもいますので、それでね、まあ、やり方というか、どういうスタンスでやってるかっていうのをちょっとご紹介したいなと思っています。で、私が、じゃあ、チャネリングやるとしますよね。チャネリングをやるときは、結局、自分自身がやってることは、相手のハイヤーセルフから来たことを私が通訳してるような感じ。通訳してその人に伝えるってことだから、結局はその人自身へのメッセージをその人から下ろしてるみたいな感じなんだよね。そう。だから私がやってることはただ通訳してるだけだし、なんていうんだかな、そこに対しての、私がね、何かやってるって意識は全然ないんですよ。わかるかな？だからお客さんがね、よくこう涙流してすごい感動しましたとか、なんか本当にびっくりしましたみたいに言ってくださるんですけど、なんかこう言葉は悪いかもしれないけど、ふーんっていうか感じなんですよ。ああ、そういう感じなんだなーって、もう他人事なんですよ。なんでかっていうと、その方自身が自分に感動してるってことだからね。それはすごくいいことだし、こういう、こんなに素晴らしい存在が私にいるんだなって知っていただければいいと思うんですけど、自分だからね、それが。こんな素晴らしいメッセージ、もう本当感動するっていうのは、自分自身がそれだけ素晴らしい存在だっていうことなんですよね。それを伝えてるだけだから、私自身がやってることっていうのは、ただ通訳してるだけなんですね。で、立ち位置としては、だからそこに私が入り込んで、私が感動させてるみたいにさ、やっぱお客さんとかに言われるんだけど、言われるというか、そういう感じで見てくださるんだけど、違うんですよね。わかるかな？お客さんが自分のハイヤーセルフに自分自身に感動してるみたいな感じで見てるんですよ。だから、ほんと、ふーんっていうか、なるほど、よかったな、このメッセージ伝えられてよかったなとは思うけど、私のなんか手柄みたいにならないんだよね。わかりますかね？だから、なんていうのかな、感動しましたって言われてる時はさ、いいじゃないですか。あ、すごい、わ、なんか、やっぱこの仕事やっててよかったなとかさ、やっぱなんかこういう、なんかこういうことに携われてよかったなって思いますけど、間違えてるとかさ、やっぱもう適当なこと言う人いますからね。なんか違いますとかさ、今とかあんまいないけど、なんかきっといろんな人いると思うんですよ。お客さんになんか言われたらどうしようみたいな。あるじゃないですか。こういう仕事してるとさ。そう、そのスタンスが、通訳者だから、英語の通訳者は、なんか、そのね、通訳してる人、通訳を、じゃあね、自分がこっち側に英語喋る人がいて、自分が通訳する人で、こっち日本語の人がいて、英語のトランスレートをこっちに流すわけじゃない？流してる時に、この人がさ、言ってることがよくわかんないとか、いろいろ言われたら、この人責任ないよね。この人が言ってることをそのまま流してるだけなんだからさ、っていう感じ。そう。この立ち位置でいると、本当にね、なんか間違ってるとかさ、なんか変わんないとかさ、ヒーリングを例えばさ、やった時にも、ヒーリングやる人っていうのは、やっぱ宇宙エネルギーを下ろして、その人を介してやっていたりとか、宇宙エネルギーをその人を介さなくても、その人のテクニックで宇宙からのものをこうテクニックでやってこう流すみたいな感じになっていると思うんですね。だからそれをやってあげる人っていうのかな、技術を使ってやってる人だから、元を正せば宇宙がやってること、ヒーリングだとね、宇宙がやってることだから、そこに中間としてただ入ってるだけの、立ち位置っていうんですかね。だからヒーリングの効果がなかったとか言われても、その人には全然関係ないってことですね。そんな感じでやっていただくとすごい楽じゃないですか。あ、合ってる、間違えてる。いろんなことを言われることに対して、自分がすごい、こう、なんて言うんだろう。いつも一喜一憂してたり、もうね、すごい左右されるのもね、疲れると思うんですね。
あでもないこうでもないね言う人いますから、そこにも全然左右されないために、ためにっていうか立ち位置が違うからね、うん、ただそういう役目っていうの、チャネリングやるのは通訳者であって、自分の五感を通してただハイヤーセルフからメッセージを伝えてるだけだからね。とそこに対して、その人が喜んでくれたら、その人のハイヤーセルフが本当すごいんだなって、うん、自分に対してすごい喜んでるんだな、あなたはねそれだけ素晴らしい存在がいるって、あなた自身がそうなんですよって伝えてあげればいいし、私ブロック解除しててね、うん、ブロック解除っていうのもやってて、まあ、今たまにやりますけど、ブロック解除の時もさ、なんだっけ、変わんないとか言う人いるんですよ、たまにね。合ってる、間違えてるじゃないけど、全然変わんないっていうのは、なんでかっていうと、もう本当に私がその人の潜在意識の中に入って書き換えるんですけど、書き換えてるだけなんですね、私がやってるのは。だから、あとはその人が変わるか変わらないかっていうのは、本当その人に委ねられてるんですよ。この人がギュッとその書き換えたものをぐーっとね、潜在意識で持っちゃって、執着しちゃってると、やっぱりね、どんなにね、書き換えても、新しいブロックができたり、そう、潜在意識自体がね、まあ、ハイヤーセルフと一緒ですけど、動けなくなっちゃうんですよね。そう。だから私には全然責任がないっていうことなんですよ。うん、変わんなかったって言われてさ、なんか私が、ああ私のやり方が間違えてたのかなとかさ、多分こういう感じでこうヒーラーの人とかね、チャネラーとかブロック解除やる人とかね、思う方いると思うんですけど、あなたには一切責任がないですよっていうことが言えるって感じです。そう、そこからどうやって、まあ、ブロック解除だったら変わるか、チャネリングだったらその人がどういうふうにメッセージを受け取るかっていうのは、本当に全てその人に委ねられてることで、私たちはのスタンスは本当中間に入るっていう感じだね、うん、橋渡しだから、目に見えない世界の橋渡し、本当にライトワーカーってこういうことなんだろうなと思うんですよ。私が何かをしてあげてるとかさ、何かは私がお役目でやってるっていうことよりも、中間にただ入ってるだけだから、そう、目に見えない世界があるよって、得意だからやってますよみたいな感じだよね、好きだからやってるっていう、そのなんかちょっとこうクールな視点というか、クールな感じの立ち位置でいると本当に楽なんですよ。何にも左右されないから、うん、なんだろうね、だからやっぱエネルギー溜め込まないのかもしれない、もう全部垂れ流しみたいな、うん、相手のハイヤーセルフから受け取って相手に流す流す流す、どんどん流す流すみたいな感じ、ブロック解除も流す流す、そのまんま流すみたいな、そう感じでやるだけだし、ヒーリングもそうだよね、そのまんま、いかにさ自分が筒になれるかだと思うんですよ。そこに主観が入ったっていいんですよ。もう主観が入ってる入ってないとかさ、そんなジャッジしてる暇ないからね、やってる時はさ忙しいから、全部の五感通してこうやってるだけだから、もし入り込んじゃうから、たまにねお客さんにチャネリングの内容とかで、あきこさんがああやって言ってて本当にそれが当たってましたとか言われて、全然覚えてないからね、あ そんなすごいねみたいな、そんなこと言ってたんだ私みたいな、そういう風に訳したんだなって感じでびっくりしたもんね。そんな感じ、超人事なんですよ、入り込んじゃうからね。だからいかに筒になってるかみたいな感じでやると本当にねやりやすいから、お客さんのよくね、やっぱりすごい繊細だと思うんですよ、こういうお仕事する方って。お客さんにねこう言われたらどうしよう、合ってないって言われたらどうしようって、うん、あなたが考えることじゃないんですよって、それ気にしてると全然違う、なんて言うんだろう、うん、本当にね、素晴らしい能力がね落ちるから、もっと楽な立ち位置、中間に入るだけだからね、うん、通訳者として徹するっていうのがポイントなんじゃないかなと思います。そうだからね、すごくね私もこういうお仕事が好きだし、全然負担に感じないし楽なんですよね。で結構喜んでくれる方もいるし、うん、結構精度も上がるんですよ、そういう感じでやると。はい、ですので、まず、あ、自分でちょっと感じたこととかはね、うん、そのまんまこう訳しているっていう感じでやっていただくといいんじゃないかなと思います。なんか怒ってる方、うん、いろいろあるよね、うん、すいません。こんな感じで、また
何か気づきになればいいんじゃないかなと思ってます。ライトワーカー活動ねやってる方応援してますので、楽しんで、あの宇宙の後押しすごいあるからね、自信持ってやっていただくと皆さんいいんじゃないかなと思います。ではでは。